久しぶりに刀を出してみれば、トロールどもの腹は立たなくて最低の体だわ。ガッツ、全員出口までたどり着きました。 早く脱出してください。今のはガッツさん？そこで今何がガッツさん？あったわ、ボーイ。お久しぶり。いいえ、私はいつもあなたを感じていたの。洞窟で塔で、 数え切れない夜の中であなたの洞窟を感じていた。そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。さあ、もっと感じさせて、あなたの怒り、苦痛、 全て解き放って、あなたの魂はこのクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖。 男と女の秘め事も水を差すものではなくてよ。 それともあなたもご一緒する王様。花輪だの正気、召喚されしは貴様のみか。召喚だすって？私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。殿方はせっかちなんだから。 少々じらすのも女の達人。ここは私の体内の動物園。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。熱い、熱いわ。 体が引きちぎれる、この感触。でも足りない、これ実に。最高よ、あなた。 愛しい坊や。 空間を切り、位相をくぐり抜けた。この
通意の力だ。またわけのわからねえこと。森がグリフォドが閉じた。どうして。けれどこれでもう